はい、どうもこんにちは、森本です。今回もトゥデイをいじっていきたいと思います。で、今回やることはこいつ、ステアリング。ステアリングの交換作業をしていきたいと思います。で、一応今もこうやって車外のステアリングがついているんですけれども、ご覧のようにこのグリップの部分とかがかなり傷んでいます。このステアリングボスの方も、ご覧のように加工してあります。しかもかなり雑な加工、まあこれは僕がやったんですけれども、まあかなり前にやった作業なんで記憶はほとんどないんですが、何かのステアリングボスをこのトゥデイに無理やりつけようと思ってこれ僕が加工したんだと思います。なんでこんな風に結構ぐちゃぐちゃになってます。こういう事情がありますので、ステアリングとステアリングボスを、買いました。これはちょっとツイッターとかでも軽く触りましたけれども、このモモレースの、ステアリング、これをヤフオクで落としました。これがステアリングと、これはステアリングボスの方です。これは、トゥデイ用のものを買いました。これは新品です。はい、というその2点、ステアリング、ステアリングボスをつけるだけです、今回やることは。なのでまあ難しくない。これだと皆さんでもやったことあるよっていう方いらっしゃると思うんですね。なので今回その作業をしていきたいと思います。で、この車外ステアリングをつける際は、こういったステアリングボスと呼ばれるものを別途購入する必要があります。これは車ごとに、まあ形とか決まっているので、それに合った専用のボスを購入する必要があります。で、このステアリングボスというものは、この裏に、こう光っている金属のプレートがあります。これは結局そのホーンの配線になるんですね。なので、そのホーンを鳴らすために、その電気信号を通すために、この裏のこの金属を通って車側に行くと。車側に入力されるというふうになりますので、まあこういったものが必要になってきます。で、ちょっとホーンで付け加えておくと、このホーンスイッチ、このボタンを押すとホーンが鳴るんですけれども、これには、これって、ラッパのマークをつけておく必要があります。まあこれはもともとついているマークなんですけれども、このマークがないと車検に受かりませんので、それだけ気をつけてください。前置きが長くなりましたけれども、それでは取り付けをしていきます。全く難しい作業じゃないので、DIY でも全然できる作業です。今ステアリング仮付けの状態です。で、今からハンドルのセンターを合わせていきたいと思います。なのでここにスイッチはつけていません。で、ハンドルのセンター、こう車が直進した時にハンドルがこうでまっすぐになるように、このハンドルの位置を、ステアリングの位置を調整していくんですけれども、停止した状態でいくら合わせても、実際ちょっと動かすだけでハンドルのセンターがこうやって狂う場合があります。まあ狂う場合がほとんどです。なので、少し走らせて、で、また止まって、ハンドルセンターを調整するという作業が必要になってきます。このステアリングを差し替える方法ですと、本当にぴったりまっすぐという風に調整できない場合もあります。ちょっと気持ち右だなとか、ちょっと気持ち左にずれてるなという風な、本当に細かい調整がこの差し替えではできません。なので、細かい調整は、サイドスリップを調整するときに回すネジありますよね。あちらの方で調整するという作業が必要になってきます。ですけど、まあ多分今回僕は、まあ大まかに合えばいいので、そこまでするかどうかわかりません。はい。とりあえず、調整をしていきます。うちの工場の駐車場内走ったんですけれども、結構バッチリセンター出てますね、これ。よかった、調整しなくて済んだ。というわけで、このままでもう行きたいと思います。で、あとは、本締めして、この本スイッチ、これをつけていきたいと思います。ちょっとつける前に、このステアリングの取り外し方を説明したいと思います。もしこういうステアリングを外すプーラーとかそういう道具を使わずに手で外す場合は、このセンターのナットをまあ緩めて、
このハンドルの裏をこう叩いて僕は抜きます、まあ、両方から叩いて裏を叩いて抜きます。そうするとあの衝撃伝わって結構抜きやすいです。でその時このセンターのナットを取らずに緩めるんですね。ある程度緩めるだけしておきます。あのボルトにちょっとかけておきます。そうしないとこう裏から叩いていて外れた時にハンドルがこう顔にバーンと飛んでくるんですよこれ怖いですよね。バンバンバンってバコンって飛んでくるんで、それを防ぐためにもここナットをちょっとかけておくということにだけ注意すれば、トントントンでも取れる場合があります。ステアリングをつけようと思ったんですけれども、ちょっとここでプチトラブルというか、ホーンから出ているこの配線1本しか出てないんですけれども、取り付けるホーンスイッチ端子が2つあるんですね。ということはアースに落とす配線を1つ作らないといけないことになりました。そこで僕はこの、ステアリングボスにつけるワッシャーっていうのかな、まあ、これに配線をハンダ付けしました。これを使えば2極のホーンスイッチでも使えるようになると思います。なんでこれをつければホーンが鳴るのかと言いますと、ステアリングボスのこの金属の部分、ここはアースなんですね。ボディアースになります。なのでこうつければ、ここで密着させればこの赤い配線、これもアースになります。なのでホーンが鳴るという仕組みになります。で、組み付けの方は特にややこしいところはありません。ただ配線を増設したので、それがうまく収まるようにだけ注意しながらステアリングを組み付けしていきます。ステアリング交換、ホーンの配線でちょっとトラブル、イレギュラーなトラブルがありましたけれども、なんとか取り付け完了です。で、ホーンもここで鳴りますので、これで OK です。はい、というわけでトゥデイのステアリング交換完了したんですけれども、前回のバケットシートの時もそうでした。社外品ポン付けできる場合もあるんですけれども、何かしら加工しないとつけることができないという部品もあります。ですけれども、まあ、そこをですね、まあ、頭で考えて工夫して、まあ、どうやったらこの部品つくかなとか、どうやったら使えるかなというのを考えるのも、ここで車をいじっていく上で、面白い部分ではあると思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ぜひ動画の高評価と、あとチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。